皆さんこんにちは。今日もご覧くださってありがとうございます。インストラクターの大谷です。さあ今日は早速なんですけれども、椅子を使ってのワークを行いましょう。体を動かすと体も心もとっても元気ハッピーモードになります。なりましょうということで、ぜひね、人間というのはですね、ぼーっとしている時も何かを考えているみたいなんですが、その多くがネガティブな方向に向かいやすいらしいんです。だからそれをね、シャットアウトしましょう。気持ちよく体を動かして自分の体と対話しましょう。今日はですね、椅子を使ったワークです。椅子の前側に座っていただいて、そしてかかと、これは膝が痛い、または階段を降りるときに膝が痛いという方にもおすすめなんですね。足首だけではないんです。膝や股関節や腰の方にも効いてます。はい、つま先側です。これもですね、階段を上り下りする、または足を、歩くときにつまずきやすいという方にもおすすめですね。はい、チャボイソーかかと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、つま先、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では片足をですね、ぐーっと、すね、ここと、すねのところが伸びてますね。そしてちょっとぐるぐるします。ぐる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 。はい、で、持ち上げれましたらちょっと持ち上げます。この前側を伸ばします。胸も持ち上げます。はい、下ろしてください。じゃあ今度は反対側になっていきますが、反対の足ですね、ここが伸びてすねを置きましょう。ですね、すねが硬くなってくると足がつりやすくなったり正座もしにくくなりますからね。はい、ではよかったらちょっと持ち上げましょう。はー、はい、そして両足を、肩をぐっと動かしてみます。グイ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 、もう一度グングングイ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 。はい、そしてぎゅーっとすごく雑巾を絞るようなイメージで、はー、声を出すとですね、息を吐けるんですが、声が出しやすい角度に胸、頭です。はい、反対、はー、はい、そしてヒップアップしますが、背骨すっきりしますよ。持ち上げます。はあ、皆さんもどうですか、一緒に声を出してみましょう。はあ、グー。はい、そして下ろします。では足をよかったら乗せてください。ここら辺が伸びますね。もうちょっとこう深くかけていただいても構いません。そしてゆーっとですね、ちょっと足首も動かします。そしてじわー、はい、ややちょっと前に倒すとここが伸びておりますね。そして深くかけて、もう一回ピストをぎゅーっと絞り出しましょう。はー、はい、足を入れ替えます。トントントンやってます。この辺が伸びてます。少し足首を動かします。そしてグッと引き上げたら前側、今ね、ここ伸びておりますよね。うー、はい、そして足をかけたらぐっと引き上げて体を雑巾絞るような感じ、はーって感じです。はい、そしてもう一度グー、これは何度もやっていただきたいですね。座っているとき体の前側が縮んでますからね。はー、そして横です、ぐるぐるぐる、反対もぐる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 。では向きを変えます。お腹をしっかりしていただいて、ぐっと肩と耳の距離を離しましたら、ここからですね、上にぎゅーっと体幹と足を伸ばします。はーはー、はい、そして後ろへ、少し足の幅を開いて身もちょい幅にします。じわーはー、よければちょっと沈んでみましょう。戻していきます。反対、はー、胸をしっかり反らせます。はー、そしてよければちょっと沈んでいきます。はー、どうでしたでしょうか。今日は椅子を使ってですね、引き締めストレスですね、はい、回してみましょう。どうでしょう、なんとなく体がしっかりね、立ててる感じがすると思うんですね。はっ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 
ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は椅子を使ってじっくり伸ばし引き締めストレッチでした。足が痛いね、という時なんかにもおすすめのワークであります。ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。グッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。体も動かすと体も心もハッピーになります。ありがとうございました。またねー。